電気力線の総本数とガウスの法則ガウスの法則苦手にしてる受験生たくさんいる出たらめっちゃ差がつくでもめちゃめちゃ出るわけじゃないからまず自分の志望校を見てみてあ過去もねなんか10年分ぐらい見て出そう出てたら対策出てなかったら一旦置いててもいいただし大学でめっちゃ使うからぜひ学んでほしいそして2つ目分かるとと意外と簡単でねガウスの法則を使って解くって思ってるんだけどなんかね実はちょっと違うんで。 ここのポイントを知らずにねそうしてる受験生たくさんいるんですよはいそのポイントお届けします楽しみにしていてくださいまずねこれね何やりたいかっていうとこの2つを使ってねこの2つを使ってはいいろんな形の電波求めてよって電波を求めたいって話なのはい だって電波って今までもうめっちゃ大事だったよね。電波が分かったら、そう、F イコール QE だから、その点で、ね、どんな力ブーンって受けるか分かる。力が分かったら加速度が分かって、何秒後にピューンどんなスピードとか分かる。めっちゃ大事だよね、電波。そう、もう電気の世界の電波めっちゃ大事。電波知りたいよ。でもみんなが求められる電波が1個だけ。あい何 何そうだよねみんなが求められる電波はこれだけ点電荷があって距離 R 離れた点での電波これだけ分かるんだそれ以外の電波は分からない例えば面電荷って分かる今これ iPad でこうやって授業してるんだけどこの iPad 全体に電気が分布してる時ここの面から距離 R 離れた点はええー だったら分かるけどどだったらどうなんだろうね、はい、そんなこと分かんないわけそしてこれからコンデンサーってあるでしょコンデンサーってあるのよこので板が2枚近づくと電気が貯めれるって謎の装置があるんだけどそのコンデンサーやるとき2枚の板と板の間の電波どうなってんのっていうところが分かるとコンデンサーの性能とか分かるそんなときに電波求めてよってなるわけねっ。 ということでこの電波を求めるためにそういろんな形で電波を求めるためにこのガウスの法則を使っていくんだがいいガウスの法則だけじゃない実はこれとこれの連立です OK、はい、もうこれ超大事なところ来たよ、はい、電気力線の本数の定義定義と、はい、ガウスの法則の、はい、連立で電波を求めるってこともこれで頭に入れといてガウスの法則理解したい人は OK? OK 連立でッケー連立で 行く。だから、実は、みんな、すっぽかしてるが、電気力線の本数の定義はめちゃめちゃ大事めちゃめちゃ大事これとガウスの連立なんだから。OK? で、電気力線の本数の定義。はい、電気力線の本数を N としよう。電気力線はあチちきビームだったね。ビーってビーム出てる。そして、これね、1平方メートルたり、いい本って定義したんだよ。どういうこと先生どういうことはい。 ね。ある空間に電波が、あっち行けビームが、多分この辺にプラスがいるんだ。そしてプラスからビーンあっち行けビーム。そのあっち行けビームを出ている。ね。他にもいっぱい出てんだよ。他にもこうやっていっぱいこうやってあっち行けビームは出てるんだが、一応この1平方メートルを貫いたあっち行けビームが今2本だったんだ。電気力線が2本だったんだ。じゃあこの場所の電波を、電波の強さ2にしようぜってこと。 はいこれを貫いてるあちびきビームが3本だったらこの場所の電波はいくら ?3 ってことはいこの場所を貫いてるあちびきビームが4本だ5本だねあもう分かんなくなっちゃったねはい3本4本だったら電波は4ってことこんなふうに考えようぜって決まったの OK ってことはよってことはよはいみんな想像してみんな想像してここを貫く面積 S だったら今ここを E 本通過してんだよね。E 本。この面積 S を貫く貫くあっちいけビームのこの数は何本そうだよね。1平方だったら E 本なんでしょ ?2 平方だったら2本でしょ ?3 平方だったら3、e、本貫く、ね。面積 S だったら SE 本だよね。はい。だから N イコール SE。はい。みんな、この式を理解しよう。もしくは覚えよう。もうどっちかです。電気力線の本数の定義は1メ目トルい、e、い本だから、この式だってくるか、覚えるか。OK? はい。次。 次はね、ガウスの法則をね、なんかね、よくね、私も高校生の時導いたんですよ。導いたのがこれ、導くと、なんかね、もう、この後の問題がわけ分わからなくなっちゃう気がするんで、というか、わけ分からなくなりがちなんで、もうね、覚えて。<laughs> おい、なんでそれが成り立つのか、俺は知りたいよ。俺は知りたいんだよ、和田先生。俺は知りたいんだよ。うわー、もういい、分かった。その人は教科書見てくれ。 分かったような分からなかったような気がする。あと昔の技のガウスの法則の動画も見てくれ。喋ってるか、喋ってたような気がする1年前か2年前。だがしかし、それ言わない方がこの後が分かりやすいから、もう、やめよう、はい。ガウスの法則ってね、すんごいんだよ。これ何か。 あのね、なんか分からんもうどんな形でもいいんだよ天然下でもぐじゃぐじゃなじゃがいもうジャガイモみたいな形でも電気量急ク論があるとしようこの電気量急空論があったら電気力線がバーって出てるじゃん電気力線がバーって出てるはいそしたらこんな形でも麺みたいなこところに急空論があって電気力線がバーって出ててもこの出てくる電気力線の本数は全部一緒だって。 電気量が一緒だったら。はい何本っていうと本数 n は 4πkq 出てるぜっていうことなの。わおってことはここに何空論あるかさえ分かればいいんですね。そうですそしてこのね何本あるかって数えるきにえっとえっとえっと1本2本3本4本5本とか数えてってもいいんだけど678でここ9本とか数えちゃったらダメだよねこうやって。だからこういうふうにして数えることにしたのよ。 これね、ぐるーっと幕で包むわけこういうのを平局面って言います。あの友達をね、 ビニール袋に入れてね袋詰めにしてねおー苦しいよ苦しいよって友達をいじめた経験みんなもあると思うね,あのね友達を袋ね修学旅行に行ったらね布団とかでくるんでね布団から出れないようにみんなで閉じ込めた経験があると思うあれが平局面だよもう出口がどこにもないよねそしてその袋の中にはい和田君が今入ってる和田君が入っていてあっちにビン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 袋から突き破ってくるねこの突き破ってきた全部の本数を 数えようって話袋が時々いびつな形してるよねこうやってそうすると突き破った電気力線はここで一回出てきてここで一回出てきてここで入ってまた出てくるからトータル入ってきたらマイナス1本じゃん,ほん突き破った本数だからトータル1本突き破ったねってカウントしたらさっきみたいなダブルカウントも防げるよね。 こんなふうにして平局面閉じた局面を何本突き破ったかって考えると本数をもれなく数えられるよってガウスさんは考えたそしてえそれが 4πk9 本だっていうことケー、OK。いずれにせよはいこの n=s と 4πk9 を頭に入れてくれもう一つ覚えとくといいことこれはね知識として知ってて、ね、これねすごく大事な物理定数っていう定数なんだけどもこの、えー、この静電 えー、黒の比例定数と和というのは 4π イプシロン0分の1っていう式で表されるんだでこのイプシロン0っていうのは真空の有電率っていう名前が付いててもう先生わけわかんないよって思うよね思うんだけどとりあえず覚えてくれもうこれは覚えてくれそんなもんなんだ世界というのはもうそんなもんなんだと思う一旦そしてだんだん使ってるうちに慣れてきてイプシロン なかなか可愛いやつだなって思うようになる日が来るからな、まあ、はいその日を楽しみにしとこうよしじゃあ実際にそれを使って問題を解くんだまず1問目括弧の1はいこの問題自力でやるできる人はやっていこうそしてもう1問括弧の2はいこの問題も自力でできる人はやっていこう先生このちっちゃい文字見えないよはいちっちゃい文字は私の覚書用なんでみんなよ読む必要ないからねさあ じゃあ実際に、ね、初めての人も一緒に解いていこうさあなかなか難しくて楽しいよ、うん、難しくはない難しくはないもう簡単何かっつうとまずここの真ん中にはい来ました電気量9がありますそしたらあ先生知ってる電気量9から何本出てるんだ何本出てるんだそう4杯 <laughs> はいで電気力線がブスブスブスって周りに出ているこの出ている本数は何本ですかはいぐるっと ここの全体から突き破った本数が四 πk 級本なんだよね。はい、これ何の法則？これ何の法則？そうガウスの法則。はい。n は四 πk 級である。いいよね。もう一つね電気力線の本数の定義。うん、なんだった？ガウここね電気力線がこういっぱい出てるんだけどここの一平方メートルを貫く本数。 まあこの図だと2本だけどねが今いい、e、本なんだよねこれ何電気力線の本数の定義からやってきたよねはいってことは全体で言うと n=se 本貫くんだ s っていうのはこの9全体の袋全体の面積だはい袋の面積いくら半径 r の9の面積 面白くねえか面白くねえかパイ R 乗ってどこほらここの真ん中でブスってぶった切ったここの面積でしょはいまるいおにぎり想像して丸るいおにぎり想像して丸るいおにぎりバーンって真ん中にスパーンって切ったこの面積ののり4枚で周りのおにぎりを全部包むことができるんだって。なんでだだろうねね不思議だねはいということで。 電気力線の本数の定義から1番の式。そしてガウスの細から2番の式。俺たちが知りたいのは何電波が知りたい。そして N は分からない。でも2番から代入したら分かる。じゃあ電波分かる計算そしたら E が分かった。ああ、この式知ってるーこの式知ってるー 点電荷が周りに作る電波はそう俺たちこんなガウス使わなくてもクーロンの法則で知ってるはいおめでとうございます、えー、実はねこうやってガウスの法則と電気力線の法則の定義を使ってこのクーロンの法則も導くことができるおめでとうまずこれステップ1の問題でしたはい 次の問題いきましょうじゃじゃん今度は先生板になったよ板になったよどうすりゃいいんだよはい板を横から見たぞそうすると電気力線がどんな風にして貫くか考えようちなみにねこの平局面作り方にポイントがあって何かっていうと作り方にポイントがあって何かっていうとよいしょこれは電気力線 こう出るじゃんと直行する平局面がいいよって言われてるその方が数えやすい斜めになってまた入ってきてとかややこしいじゃんじゃあこれこの場合どうする電気力線どう出るんだろうねこれ前にもやったかもしれないがこうプラスからは360度出ているんだがプラスとプラスの電気力線はいここの電気力線が ぶつかってるよねこうとこうでそうするとブイーンって電気力線クロスしないからこうなるわけ。ってことはここもこうなってここもこうなって先生なんか昇竜拳みたいになるよなって思うんだけどちょっと待ってね実際これプラス +8 個書いたけど8個ぐらい書いたんだけど。 本当はもうブワーっていいっっぱいあるんだよねプラスがってことはこれがブワーってすごい間で起こっててつまりほぼまっすぐ出てくるんだ電気力線が OK。で今は分かりやすくこのプラスこのプラスはいこのプラスからこうやって出てるっていう風にして作図していこう。 プラスは金属全体にまんべんべなく分布する先生偏らないのそうだよ。プラスの電気って反発力があるからお前あっち行けよってどん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 反発力で遠ざかる。はじゃあ端と端に行くかっていうと端と端でまた集まっちゃったら困るから均一に分布するはいこんな感じで出るわけ。はい電気力線が。はいそして ここも真横に出るんだがしかし十分広い面だったら端っこからここから 100,、ね、100本100本出てる端っこから1本出てるこの1本は、まあ、ほぼ無視できるだからここのここの端っこのは無視できると一般的には考えます。OK。 広いくて薄いだから薄いから端っこは無視できる逆にこういう四角もう厚さが十分あったら端っこから出る本数も無視できないねでも曲板は十分薄いから、えー、無視できるというのが曲板だと思ってくださいよろしいでしょうかはいそうしたら俺たちが数えたらいいのは上から100本下から100本数えたらいいよねそれを垂直にし,しきる 平局面って言ったらこんな平局面でよくないかこんなんでよくないかはいそしたらここ直角に貫くねうんそしてこの1平方メートル1平方メートルね1平方メートルを、えー、貫く本数が何本本数 n がい、e、い本だったよね。 これ何の定義そうで電気力線の本数の定義からこれが言える。ってことはこの極板の面積今 S って言われてんだよ。で極板の面積 S って言われてるんだけど一般にこれね上っ 右側の面積が S 下も面積 S 合わせて先生 2S じゃんって思うんだけど一般に面積 S って言ったら片側の面の面積が S そうだよねみんな紙持ってきてこの紙の面積いくらって言ったら先生10平方センチメートルですみたいな言われた時にあそうか表と裏でとか考えないじゃん片面の面積が10平方メートルでしょね、薄い時は片面の面積を言うじゃんということで面積 S の極板って言われるから オッケーってことはこれ上の面積も、えー、上の面積も S でしょ上の面積 S。当然この、えー、下の面積も S なんだよね。OK。下の面積 S。ってことは上で貫いた本数が SE 本下も SE 本でしょだから電気力線の本数の定義から上の SE と下の SE 足して 2SE 本全体で袋から突き出てる。 そしてガウスの法則は 4πk9 本全部で出てるってわかるじゃああとは連立してあげたらいい電波がわかるほら電波が分かったねそしてもう一つプラスアルファコンデンサーって言ってあなんかこれ変なの消えてるな <laughs> コンデンサーって言ってこれねえプラスとマイナスのよいしょ コピーペーストプラスとマイナスのこのねええ局番が近くにあって電気をためる装置があるんだけどここの間の電波間の電波ここの電波を求めたいです電波 E が知りたい OK っていう状況じゃあさっきみたいにまずは電気力線を書いてあげようそうするとプラスからは外に出ていくこれもう書いたんだっけ書いてねえな書いてねえなはいプラスからはこうやって外に出ていくねよいしょはいこれ書くの大変だね しょこんな感じはいマイナスからも外に出ていくあ違うプラスからはこうやってこれもずっと向こうまで行ってるからねよいしょ外に出ていく。 次横に出るのはもう無視するねはい次マイナスには入ってくるマイナスには入ってくるこんな感じマイナスには入ってくるマイナスには入ってくるさあみんなも書こうこれこんなにプラスもマイナスもたくさん書いたら大変だね4つずつにすればよかった あと <laughs> の祭りだなさあマイナスには入ってくるマイナスには入ってくるマイナスには入ってくるあ,あここで視聴維持率が下がるんだろうなはいみんなスキップしてねよしああ <laughs> 最後ああってなったねよしこれでいけたぞ えー、矢印もここに書いておこうこれは下向きですこっちは上向き書いてあるねプラスのここの部分はあっち行けだからこっち向きですそしてさここにはプラスー空論こっちにはマイナスー空論あるんだぞそして見てくれこの上の部分なんとあっち行けビームとこっちこいビームで打ち消して。 打ち消して電波ゼ0じゃないかそう電波イコール0そして反対側も見てみようコピーペーストはい反対側も打ち消して電波ゼ0になってるってことは真ん中の部分プラスだけがあった時よりも本数何倍になってる ?2 倍じゃねそうだよねまん プラスだけがあった時よりも2倍だよね。マイナスくんが作る電気力線もね、変わってる。ってことは、コンデンサーの極番間の電波、あ、これ、いいコンってしてるね。コンデンサーの極番間の電波は、さっきの1枚だけが作った。これ1枚ってしようか。はい。これ1枚ね。1枚だけが作った。 電場の2倍だぜってこと。だからこれになるの。そして覚えてる？k イコールどんな関係だった？k イコール 4π イプシロンゼロ分の1って言われたよね。ってことはここから 4πk はイプシロンゼロ分の1こんな式にもなるね。はい。を使ってあげると。 じはいこれがコンデンサー間のコンデンサーの曲番間の電波の公式として使われる今はこんなにまだこれ使わないからふーんって思っといてくれうんで23回導けたらあーなんか導けたなって満足で OK はいいうことでした、えー、次さらにねコンデンサーの応用問題ちょっとやってあガダンスの遅くの応用問題やっていくんですがもう難しい人はまあ えー、一回解いてみて、うーんって思って次行っても OK です。ということで、以上、ガウスの法則、超激圧分野をかなり理解が進んだでしょみんないい感じでーす